日本で一番有名な脳科学者中野信子が最近とんでもない脳手術を目撃したという。その手術法がとにかくすごい、超絶技巧がすごいんです。超絶技巧。まずは中野が目撃したその手術の映像を見てみよう。頭蓋骨に穴を開けた手術中の患者がなぜか楽器を弾いている。こちらはドラム。よく見てみると医師と会話もしている。あ、全然違う。こんな風にできなかったっす。え、何してるの。すごい。脳開けてる。開けてる。脳開けながらやってると思う。そう。さらに驚くべきは楽器だけではなかった。こちらの患者は卓球のラケットを持ち素振りをしながら手術を受けている。実はこの手術、珍しい脳のある病気を治すための手術だという。しかもこの手術ができるのは世界でこの先生だけなんですよね。しかもこの人日本人なんです。わすごい。一体何の病気を治しているのか。なんじゃこれ。局所性ジストニアという病気なんですけれども。局所性ジストニア、それはとても不思議な脳の病。ミュージシャンやアスリートなどその道を極めた人のみが突然発症する病だという。例えば日々ピアノを猛練習していた人がある日ピアノの前に座った時、突然思うように手が動かなくなってしまう。しかし日常生活では何も問題がない。だがまたピアノを弾こうとすると症状が現れるのだ。多くの患者は心の病かと思い、その道を諦める人もいるというが、以前は心の病気だと思われていたんですけれども、まあ、いわば脳の疾患であるということが明らかになってきたんです。ある日突然得意だったことだけができなくなる脳の病。果たしてそんな謎に包まれた脳の病を世界でたった一人だけ治せる人物とは。それが東京女子医科大学脳神経外科の平隆臣先生。そもそも局所性ジストニアを発症する原因とは。ジストニアの場合、例えばピアノを弾こうという格好をしたという信号が手から入った途端に脳の中の回路がギャーッとこう暴走してしまうんですね。これは実際に局所性ジストニアを発症した卓球選手の映像。高校時代全国大会に出場したほどの腕前だったが、ご覧のようにサーブがうまく入らない。こんな簡単なこともできなくなってしまうのだ。平先生によるとその原因はミュージシャンやアスリートが練習で同じことを何度も繰り返すことで脳の一部が指令異常を起こすため。このドラマーはドラムを叩こうとするとご覧の通り手の動きがおかしくなってしまう。一般的にも練習すればするほどその動作が滑らかにスムーズにできるようになるんですけれども、練習は嘘をつかないって言いますしね、はい、ある一定のところまで達しちゃうとそれが逆効果になるところに達しちゃった人たちがなる病気ですよね。異常をきたしているのは脳のこんなに深いところ。これを手術で治せるのは世界でただ一人、平先生だけだという。一体どんな手術なのか、そしてなぜ手術中にもかかわらず患者は楽器を演奏しているのか、あるケースで見てみよう。彼は実際にこの手術を受けたバイオリン奏者で作曲家の源さん。
プロミュージシャンとして活動していた彼は、今から13年前、どうしたの？ちょっと右手が、右手が動かなくなり、バイオリンを弾けなくなってしまった。怖いな、これは。日常生活は全く問題なく、はい、結局音楽活動を休止することになってしまったという。その時の医者の説明がメンタルなものによって起こるんだっていうような、それは違うなと思ってたんですけれども、ネットで検索しまくって平先生のところに伺うと。こうして平先生の手術を受けることになった源さん、その時の実際の映像がある。手術台に横たわっているのが源さん。まずは頭皮にだけ麻酔をかける。その理由は、頭の骨あるいはその中の脳には痛みの感覚は何もないので。脳ないですか？皮一枚だけで、そう、頭蓋骨や脳は痛みを感じる神経がないので、頭皮だけに麻酔をかければ患者は痛みを感じないのだ。さらにこのように、整形外科とかいろんなとこ行ったんですか？行きました。整形外科も行ったし、一応神経内科も知らないから。手術中の会話や楽器の演奏が可能なのだ。そして、うわ、実は頭蓋骨にドリルで穴を開けている。確かに頭皮にしか麻酔がかかっていない源さんが痛がる様子はない。知らなかった、これ。面白いですね。穴を開けても痛くないんですか？痛くないんですね。ああいうのは覚醒化手術って言って、はい、患者さんが起きたままでないとできないことをやってもらって、で脳の機能を見ながら手術するっていう。そして登場するのがこの細長い金属の針。一体何に使うのか？頭のこの辺りですね。でそこのところに大体、このくらい一円玉よりもちょっと小さいぐらいのこの骨に穴を開けて、ここから針を入れていくわけです。この辺りまでこう入ってきます。局所性ジストニアは脳の中央付近にある視床と呼ばれる器官の一部が異常をきたすのが原因。そこで脳の中に針を入れ電流を流し、誤作動を起こしている箇所を探り出す。しかしうずらの卵ほどの大きさの視床にはなんと200箇所ものポイントが。その中から誤作動を起こしている一つを探す大変な手術。さらに難しいのが、症状が出ないとですね、それが良くなったかどうかわからないですよね。手術しても200分の1のポイントを探し出したとしても、これで症状が緩和したかはわからない。そこで本人に演奏してもらいながら手術を行うんだ。あ、だから逆に言ったらこれ必須なんだ。針を入れていった状態で患者さんに、例えば、ピアノでしたらキーボード、あるいはギターでしたらギターなどを弾いていただいて、その症状がどうなるかって見ながら手術を進めるわけです。源さんに演奏してもらい、右手の状態を聞きながら針で視床を探る医師たち。そして異常を起こしたところを探り当てたら、そこを焼き固めることで手の誤作動を解消する。治療の効果を確認するため、源さんにバイオリンを弾いてもらうと。手が痛いのはどうですか？筋肉が全然痛かった？ないですね。もしくはもう痛かったんですけど、炎症が起きて、今痛みは
こういう状態になった時にめちゃくちゃ前腕が肘から下が先が混ざったってギリギリって感じだったので、それはもう待ってないですね。不思議ですね。不思議ですね。落ち着いてる皆さん、すごい。こうして手術は無事に成功した。すごい。手術前は こんなにたどたどしかった演奏が、手術数日後には、すごいなこれ。その差は一目瞭然。現在は音楽活動を再開している源さん。もし平先生と出会わず心の病と診断されていたら、高校時代から悩まされてきたというこの病で夢を諦めなければならなかったかもしれない。とにかく圧倒的に変わったのは、ディストニアの最中っていうのは練習すればするほど弾けなくなっていくんだけれども、手術した後っていうのはすればするほど弾けるようになる、っていうのがすごいなと。世界で一人しかできないというこの手術。しかし平先生は初めこの手術を行うことをためらったという。本当に効くのかどうか誰も経験したことないというので、非常にそういう不安はありました。そんな平先生の背中を押したのはある患者の言葉だった。それは2001年、局所性ジストニアを患い九州からやってきた琴の奏者。平先生は彼女にこう告げた。理論的にはこの方法で治療できるはずです。しかし世界中で誰もやったことがない手術、間違えれば命取り、琴を二度と弾くことができなくなる可能性もあるんです。手術のリスクを包み隠さず話した平先生。するとその患者は、私にとって琴が弾けない人生は死んでも同じなんです。理論的に少しでもチャンスがあるならチャレンジさせてください。お願いします。彼女の熱意に押され行った初の手術は成功。それ以来これまで約300人のミュージシャンやアスリートに生きる希望を与えてきた。全然違う、こんなことできなかったです。特にそのプロのミュージシャンを中心とした職業に関係する問題は、命は取らなくとしてもその職業人としてプロとしての命を完璧に奪ってしまうんです。ご本人たち の, その苦しみ悩みっていうのは非常に深いものがあるんです。医療者っていうのはそういう患者さんの深いところの心まで理解して解決 できないかということを常に心がけるべきだと思っている。これが脳科学者中野信子が最近一番驚いた脳の手術だった。いやちょっとこれすごくない？びっくりした。これだって役者にしても人事ではないっていうか、ね、やっぱりいらっしゃいますもんね。いますか。稽古し尽くしてしまうと、うん、うって出なくなってしまうっていうのはやっぱり本人に言えないですし、うん、やっぱりプロゴルファーと中でやっぱりパタイプスとかドライバーとか、はい、たくさんいるんですよ、うん、それでツアーを諦めていったプロなんかたくさんいるんですよね、うん、その中にもしかしたらあの病気だった人が含まれているかもしれないですね。局所性ジストニアの可能性ありますよね。吉村局所性ジストニアなんでしょ。私そうですね、やっぱなんか振られると何も出てこないですまあどっちかです。まだ研究者の間でもそれなのか才能がないのかのどっちかでまだ続いて知られざる世界を教えて